天理教教会本部主催の立教186年子ども味場帰りが7月27日に開幕しました。4年ぶりの開催となった今回の子ども味場帰り、各地から帰参した子どもたちは神殿でお礼の参拝をした後、各行事会場へと移動しました。仕込み・伏せ込み行事ではヒノキシンについて学んだ後、回廊吹きヒノキシンに取り組んだり、絵話で親様のひな形を学ぶなど、お道の教えに親しむ行事が行われています。一方、屋外と屋内に会場が設けられたお楽しみ行事では、特設のアスレチックや魚釣り、水遊びコーナーなど、さまざまなアトラクションが用意され、真夏の親里にはのびのびと遊ぶ子どもたちの笑顔があふれています。なお、子ども味場帰りは8月6日まで開催される予定です。